ヤンカレル・ファンデン・ブルークは、オランダの医師。幕末に来日し、長崎でオランダ医学、科学、写真術を伝えた。1814年4月4日、オランダのヘルダーラント州、ヘルビネンに生まれる。ロッテルダムで医学教育を完了した後、1837年からアーネムで医師として働き始めた。そこで、医師グループ、利益と幸福のために、の会員となった。 そこで、会員や一般市民に対し、多くの講義や実演を行っている。1852年、突然オランダ領東、インドに向かうことを決意し、友人たちを驚かせた。オランダを離れる前に、労人間大学から、人の耳の研究に対して、名誉博士号をもらっている。東、インドでは、短期間ジャワ島のチルボンで勤務したが、その皇室島に勤務することとなり、 1853年8月1日に長崎に到着した。ファンデンブルークは長崎では医師としての仕事はほとんどないものの他の様々な技術領域において彼の助けが有用であることを見出した。日本人に協力し、鋳造工場、反射炉、造船所、蒸気機関とその製造所、硫酸やその他化学物質の製造などに携わった。 1854年12月には、日蘭、蘭日辞書の作成を開始し、亡くなるまでその仕事を続けた。1856年からは、古川俊平ら長崎海軍練習所の何人かの学生に写真術を教え始めた。1857年、ファンデンブルークは、小官庁で中日オランダ理事官を兼務していた、ヤンドン・ケルクルティウスからバタビアに送り返された。 公認の意師は、ポンペであった。クルティウスは、ファンゼンブルークを非常に嫌っていた。1859年にはオランダに戻り、名誉の回復に努め、それに成功した。1865年5月23日、アペルドールンで死亡。彼の論文と辞書の総工は、アーネムの私立図書館に保管されている。彼の事務所館は、ハーグのオランダ国立公文書館にある。 ありがとうございます。